茅野駅は北海道三笠市茅野にかつて設置されていた北海道旅客鉄道ホロ内線の駅である。電報略号は茅野。ホロ内線の廃止に伴い、1987年7月13日に廃駅となった。1976年の茅野駅と周囲500メートル範囲、左が岩見沢方面。島式ホーム1面2線と駅舎前に、 貨物積み下ろし線、駅舎横の三笠側に線路まで屋根の張り出した貨物ホームを持つ。この後、貨物荷物取扱廃止に伴い貨物線が撤去され、島式ホームの駅舎側本線も三笠側分岐が切られて引っ込め線化された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成順納村地域で、 早くから農地開墾が進み、三笠市や岩見沢市内への農産物供給地であった。1898年頃から当地区の有志による駅設置運動があったが、1910年から当時の三笠山村として当駅開設の陳情を開始し、1912年6月に受理同年11月工事着工となった。開駅の翌年1914年には、 日本製朝ざの工場が近くで創業を開始し、1925年の工場閉鎖まで当駅は活況を呈した。当駅開設の理由としてこの工場開設によるものとの説もある。当工場閉鎖により、当駅利用も一時低下したが、周辺地域人口の増加に伴い回復した。アイヌ語のサラヌプの意訳から、開拓当初にかやや足が密生していたので、 1887年頃の入植者が地区名とした。廃止時点で島式ホーム一面一線を有する無人駅であったが、以前は島式ホーム一面二線を有した列車行き違い可能駅であった。開業当時からの駅舎が校内の北側に位置していた。現在、旧加屋の駅は旧駅舎の内部を宿泊施設に改装し、ライダーハウスとして使用されている。 ありがとうございます。